マイルミティプレゼンツ、ファンキルの今夜も絶好調。文化放送超 A&G プラスにて深夜24時57分スタート。月曜日から金曜日までなんと毎日お届けしてます。今日も私、スミトモミジェナと今泉純プロデューサー、そしてモラルタベガレタ役の萌子さんとショコタンでお届けしてます。はい、今週3つ目の質問はショコタンさんから、ベガルトの常に不安な人格で読んでもらいます。今、今泉さんに聞きたいこと。はい、ハンドルネームキレキレサンバさんからの質問です。今泉 P が感動したことで覚えているエピソードは何ですか、とのことです。ちょっと音楽オルゴールに書いてよ。ここでちょっと雰囲気作ってもらって、映画パーソナリティの伊藤さとりさんってご存知ですかね。もう大体の舞台挨拶にいて、ツタヤの店内の声とかやられてる伊藤さとりさんっていう方がいて、僕前の会社でドラマ作ってて、俺のデビュー作のナレーターやってもらってるんですよ、ナレーションを。でそこから縁があって何回かお仕事もさせていただいてて、ゲーム業界に移る時にお会いしたんですよね。その時に俺はなんかこう、なんか言ってたらしいんですよ。でその後ね、プロジェクトゼロってファンキルのバンって藤原竜也さんのやつで、レッドカーペットやった時の、要は映画の使者なんで、パーソナリティに伊藤さとりさんの名前があった偶然。もう6年8年ぶりぐらいだな。あ、さとりさんだ、俺さとりさんがいいなって言って、別に俺が指名したわけじゃなく、さとりさん候補で言ってたんで、さとりさん で、はい、で当日お会いしたんです、はい、今泉さんだよねっつって名前見て覚えててくれてて、いや今泉さん夢叶ったねって言って、はい、で俺がその辞めるときに、俺は自分の企画した映像を作るんだ、自分が原作の映像を作るんだって言って辞めてったもんね、今泉君。そうやってやっぱ頑張ってこういう形でまた出会えてよかったよみたいなことを言ってくれて、すげえなーと思って。8年越しのね、なんかこうすごい、その時言われたんだよ、俺もやっぱいろいろさ、せっかくプロデューサー若くなったのに、はい、なんで辞めるのみたいなこと結構いろんなところに言われたけど、いや俺は自分のものを作るんだって言って、はい、もう自分の原作のものじゃ意味がないんだっていう話を多分してたんだよね当時生きて、はい、それをさとりさんね、さとりさんが覚えてたからすごい嬉しかったですね。いやすごい、これが有言実行ですね。そういうことあるんですよ、すごい業界にはね。いや私も頑張らないとな。今泉さんありがとうございました。はい、皆さんからの質問はツイッターで募集中です。はい、そして文化放送の番組メールからも応募できますのでよろしくお願いします。ではまた明日。